マイタウン水戸。この時間は水戸市の話題や情報をお送りしています。おはようございます。コンアヒコです。今回は10月28日から水戸市埋蔵文化財センターで開催されています企画展示メイドインアボッケ末期から見た古代水戸の用業についてお話を伺っていきます。 今日は水戸市埋蔵文化財センターにお邪魔しておりますセンターの米川信孝さんに伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの展示室入ってきて中ほどに黒い看板で白抜き文字メイドインアボッケという風うに英語ですね 横文字っっってかっこいいのでねやっぱり <laughs>、はい、今回初めてあの埋蔵文化財センターの企画展の中でも、まあ、横文字といいますかちょっとチャレンジ精神あふれるタイトルになっていますけれども、うん、今回は水戸市の阿保家町ですね白、はい、里町に近い方あの辺りに昔奈良時代にあった大きな焼き物や窯の跡ですね。 それとあ行っておりますアボッケの釜が作られたのは奈良時代ですので大体8世紀から9世紀くらいの間で、まあ、創業といいますか焼き物をずっと焼いていた釜跡になりますそして「末木」これは漢字で書いてありますが末木というのはどういうものなんでしょう改めて教えてください。 在地のっていう言い方をしますけれどもあの縄文時代に焼かれたあの縄文土器ですねそれからずっと縄文土器弥生土器それからはじきということで茶色い素焼きの土器が主流だったんですけれども韓国の方から新しい窯の,の技術とあと焼き物そのものの技術ですねあのろくろとかそういったのを使う技術なんですがそれが入ってきたことで新たに新技術として入ってきたもので作られた土器が素焼きと。 いうものですもう見た目からして綺麗な青みがかったグレーといいますかねずみ色の土器ですねパッと見ればもうわかるくらいいの違いですねえそういったあの釜で焼くっていうのもちょっとびっくりだったんですがこの展示中入ってきますとまず迎えてくれるのは。 ちちょっっと安心感ありますすね。ね。私たちがよく知っている土器でおなじみの,あの縄文土器と、えー、弥生土器とあとははじきというその古墳時代に焼かれた土器ですね。このあたりのものはあの、まあ、野焼きといいますか土器を焼くための窯ではなくてもうざっくり言ってしまうと焚き火に粘土でこねて作った器を並べて焼かれた土器たちです。うん もう色からしてその茶色い,い色をしてるんですけれども末木の技術が入る前の土器ということでままとめてて並べられていますさあそしてその先にあるのがいよいよよになるんですね、はいえー、とこちらではアボッケの窯、まあ、跡というところですので長期にわたって土器が焼かれていきますのでその土器の,その形の移り変わり器のサイズ感であったりあとは高さとか。 形の微妙なところとかが移り変わっていくというのを年代を追ってご覧になっていただけるように並べていますこの窯はどのぐらい長く使われてたんですかとアボッケの窯跡の中でもあ今回スポットを当てているのが特今の西流通センターですかあの辺りにあったもので焼かれていたエリアのものを抽出はしているんですけれどもその辺りでは八世紀ですからまあ七百年代 から9世紀です、ね、800年代くらいにかけて焼き物が焼かれていたというのが分かっていて大体200年間になりますけれどもその中でもまあその前半の8世紀代メインその100年間を形の変化を追いながらご覧になっていただけるように並んでいます。 何気なく並んでますが、ここに100年の変遷があるんですね。そうですね。あのここから分かりづらいですけど、ここからここまで100年です。<laughs> えっと3つケースがあります。<laughs> じゃあまず最初のところをちょっと見させてもらいましょうか。<laughs> 最初の頃ですね。8世紀。ね、だんだんこうマニアックな話になってきますけども、あ,<ー>あの。 一般的には月と呼ばれるあのおわんみたいな器ですね一番これがポピュラーな形で年代を問わずずっと作られ続けるものなんですけどそれだけにその変化が出やすいので一つあのあの年代とかを見,か見極めていくあの鍵になりやすいんですが、まあ、最初の段階ではその口の部分と底の部分この大きさの差がですねそこまであの比率といいますかそこまで開きがないんですね。これがだんだんだん,だん年を おうにつれて、そこの部分はすぼまっていって、はい、口の部分は広がっていってっていう形で変わっていきます。<ー>おそらくもうこの辺りになってくると、うんうん、お椀に。ご飯入れて、うん、あの口にガーってかき込むような。<ー> <laughs> そういうね、使い方も想定されるくらいの。手頃なサイズになってきてますけれどもね。はい、ただ、ちょっとこう、歪んだものとか。 蓋もちょっとこう歪んだりしているものもの出てますね、はい、というのは実はここにあるものというのが、まあ、消費地といいますか出荷された先ではなくて作られた場所なので出てくるのが基本的には言ってしまえば失敗作がほとんどなんですね焼いていく過程で歪んでしまった割れてしまったそういったものを一括でこう廃棄したりもしくは窯の中にあの入ったまま窯が潰れたりそういったことで出てきてますので。 あの使い物にならないなんて言い方したらばチ当たりますけれども、うん、基本的にはあのそういった出荷できなかったものそういったものが中心に見つかっていますなるほどすごいそれぞれの年代の試行錯誤もちょっと見えたりするんですねさあそして少し方を進めますとこちらは こちらはあのアボッケの窯たくさん作られた中でももうあの終わりの頃9世紀に入った頃に焼かれたあの土器とあとは瓦ですね、えー、瓦にはあの徳林寺という名前が読み取れる、はいあのま、漢字が書かれた瓦が出ているんですけど実はこの徳林寺というのがあの国指定史跡の渡理町にあるその大渡り廃寺跡 そちらで出土しているものがありまして、うん、おそらくは渡りに奈良時代にあったお寺の名前ではないかと考えられています。ということはそこに向かって、向けて出荷しようとしていたものと、えー、そちらへの,その供給といいますか、うん、そっちに使うためのものを焼いていた窯だというのがわかるんですね。 あの水戸市内に限らず、茨城県でも、あの県北、あとは六甲地域。そちらの方でも、このアボッケの製品というのは出土していますので。割と、今でいうその茨城県内に。割とこう、出荷されて、あちこちで使われていたというのが分かっています。じゃ技術の高い窯だったんですね。そうですね。もうあの、当時としても、最先端の技術で作られていますので。本当に、はい、あの。 器のハイエンドモデルといいますかそういったものだったというふうに考えられますだからですかこう真ん中にどーんと大きな亀が置いてありますよね大きいですねこういう大きいものを作れちゃったんだなという <laughs> ー高さは1メートルぐらいありますかそうですね恐らく首の部分といいますか上の部分がもう破損してしまって、えー、なくなってるんですけどもの自体はおそらく1メートルを超える高さが本来あったものだと思います そうかこの大きさを作れるっていうのは相当ですかねそうですね形を維持しながら焼き上げてっていうことでやってますので技術的にもやっぱりかなり高かったんだろうなというのは伺えますねなるほどそんな大亀も見ることができますさあそして大亀からちょっと後ろふっと振り向きますとここにメイドインアボッケというエリアがありましてうん なんだろう。土の中に階段があるみたいな、大きなものが二つ置いてあります。これは何ですか。ここが今回の展示の、まあ目玉の一つですかね。えっ、ー、と、実際にそのアボッケの蒲群の発掘調査で。僕らはその、まあ遺構と呼ばれる、その昔の人たちが、掘ったりして、形を残したものを。調査で出していくんですが、その時に出てきた釜の一部。 をハッ現場から切り取って保存して、えー、展示しているものです。ですので奈良時代に職人さんたちが使っていた窯をそのまま持ってきているようなものですね。これが窯跡になるんですね、はい。この階段状になっているところにあの粘土をこねて作った器を並べてで下の方から、えー、火を入れてですね、えー、焼いていたと。今でいうその昇り窯に近いあのー。 階段状の窯ですね実際には、まあ、穴窯という呼ばれ方をする窯なんですがあのトンネル状にまず掘り抜いてその中を階段状につけてでトンネルの入り口の下の部分で火を焚いて上から煙を出すというような構造になっています。ここの亜ぼっけの窯頭群は3つ分散されてるんですかです、ね、この地図みたいなのもありますね。 阿保、はい、ケ町にある大きくくくったあの奈良時代のー跡の集まりがありまして金山市軍三河野市軍高取山市軍ということで3つの小さなまとまりに分けるんですけれども今回取り上げているあの遺跡名としても阿保家ー跡郡って名付けられたー跡というのが高取山とというところにあたります実際年代を減るにつれてその場所を移して 焼焼き物をいいいいててっったというのが分かっていますね今回のメイドインアボケどんなふうに皆さんに見ていただきたいですかそうですね、まあ、茨城といえば笠間焼きとかね陶器、はい、で有名なところありますけども。 時代は違うんですけれどもここ水戸でもこれだけ大規模な窯跡があってそれで茨城県内にその流通網を確保するくらいのです、ねうん、品を作ったというものが水戸市にあるというのをまず知っていただくのとその奈良時代正確に古墳時代の中頃くらいですけれども朝鮮半島から技術が入ってきてできたあの当時としては最新鋭のですね設備と、うん、あとは 土器の,ものとですね、そちらをご覧になっていいただければと思いますその時代水戸の周辺っていうのはやっぱり文化も高かかったんですかそうですね少なくとも水戸には大渡りの灌漑石群がありましたので今でいうとこの,その役所ですね役所がありますのでやっぱりそれだけその周りにそれに応じてですね重要な施設とかもあってそこに土器を供給する窯もあって。 えー、そういった環境だったんだと思います<ー>ぜひその奈良時代の職人さんたちの,その職人芸の極みといいますかそちらを、えー、末期を通して感じてご覧になっていただければと思いますさあそしてこの企画展はもちろんですが明日11月12日イベントもあるそうですね、はい、今回第32回を迎えます「不時の丘ふるさと祭」りが今年度も開催されます、うん 一時期です、ね、あのコロナウイルスの影響下で中止とさせていただいた時期もあるんですがおおむねその前の状況に戻りつつありますので,です、ね、今回もそのヒーローショーですとかあとは郷土民族芸能の保存会の皆さんの演舞の上演そういったものもありまして非常に皆さんに楽しんでいただける内容となっていると思いますのでぜひとも足を運んでいただければと思います。お祭りりももも楽しそうですけれれどもやはここちらだと縄文ファッションこれも一つの なんかメメイインになっているイメージもありますよね、はいえー、と今年も「縄文ファッションストリート」ということで、えー、子どもたちが作ったオリジナルの縄文服をですね、はいえー、並べさせていただきますでこちらは「えー、と不動機能丘ふるさと祭」りの、えー、ある11月12日から、えー、企画展と同じですね来年の2月25日までの会期で、えー、展示をさせていただきます、うん ぜひご覧ください。そしてもちろん企画展メイドインアボッケ。こちらもね、ぜひぜひご覧ください。マイタウン水戸、今明子がお送りしました。